はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。今ね、レベル上げをやってるんだけども、2人以外はまだ90半ばとなってます。こっからがね、かなりきついんだよね。で、コメントでアルロンド使ったらいいよっていう風に教えてもらいました。アルロンドってウェルグローブにいる大富豪なんだけども、ここね、別に何もなかったのよ。何もなかった。でもサブクエストを、クリアしましたらアルロンドを仲間にすることができるようになった。これ執事ミシャその後だね。これをクリアすると、アルロンドが、なんと、連れて行けるようになるんだよね。それがね、すごく美味しい。で、アルロンド、夜も昼もいて、昼間だったらば、テメノスの、導く。で、夜だったらば、パルテティオの、買収かな?で、仲間にできるんだけども、朝がいいね。テメノスだったら、無条件で仲間になるんだけども、パルテティオの場合は、16万円いるのよ。めちゃくちゃお金いるんで、これはテメノスで連れて行った方がいいです。多分テメノスのレベルがある程度以上になれば、いけるんじゃないかな。まあ、俺はすでに90前半だったから、できたんだけども、もしかしたら、90ぐらいないとできないのかもしれません。では、アルロンドを連れて、レベル上げに行きましょう。レベル上げはもちろん奈落の城です。それでは奈落の城着きました。で、敵を倒していくんだけども、このアルロンドを使うと効果で経験値が2倍、5倍、100倍となります。で、100倍が、まあ、そんなには出ない。でも、摩訶不思議に比べると全然出る。うん。なので、その100倍を狙って、使っていきます。いいでしょう。で、モンスターね、どれでも使っていいわけじゃなくって、やっぱり美味しいモンスターじゃないと、もったいないのよね。使い終わったらアルロンドは元の場所に戻ってしまうのでもったいないんですよ。なので経験値が美味しいやつに、使うのがベストです。で、ここで、経験値が美味しいやつはキャットリン、そしてオクトリンで、あとボスだね。その3体、うん、その3体が出てきた時に、使っていきましょう。他はね、逃げた方がいいみたいですね。他は逃げて、もうとにかくその3体が出るまで、歩き続けます。なかなか出ないね。でね、セーブはしといた方がいいです。もしも100倍が出なかった場合は、ロードしてやり直した方が、間違いないですね。うん、まあまあ、またね、戻って、連れてくるっていう手もあるんだけども、ロードした方がまだいいかな。うん、おそらく。っていうか、出ないな。なかなか出ないな。あー、ようやく出た。ボスが出ました。5分ぐらいかかりましたね。なので、そうね。いつも通りの感じプラス、でやった方がいいのかな。ちょっと、これじゃあ時間がかかりすぎるので、そうね。普通にザコはワンパンで倒しつつ当たった方がいいのかな。いや、違うか。それはまた効率が悪くなるかな。どうだろう。まあ、とりあえず使ってみましょう。宝の匂いですね。お、いきなり出た。いきなり出た。100倍ですね。これで敵を倒すと経験値が、一気に入ってきて、ものすごく美味しいです。もうとんでもない効率になるんだよね。これでいけるかな。 OK で100倍で経験値が入ってきますので、これぐらいですね。
25万か25万、一発でこれだから相当美味しいよね。でキャットリンとオクトリンもこれぐらいの経験値が入ってきます。まあ多分ボスと戦うのが一番多いと思うので、捕獲をしていくと結構簡単に、進んでいけると思います。でアルロンドを使い切ったら、まあまあ一回使ったらもうお別れしてまた取りに行った方がいいですね。チャンスは3回なので6回だね。1回使うと2回スキルを使ってくれるのでチャンスは6回ですね。なのでまあ1回使ったらばもうすぐお別れして、また取りに行った方が効率がいいかな。まあお別れするっていうのもあるので、それで新しくまた3回使えるようにしていった方がいいですね。で仲間にしてまた、奈落の城ですね。またボス出ました。ナイス。一発目でくれば嬉しいけども、100倍ってやっぱねあんまり出ないには出ないんだよね。次はどうでしょうか。何倍が出る。おし、また来た。2連続これなかなかないんだけどね。まあ、こんな感じで、やっていけばレベルもすぐ上がるのではないでしょうか。おしまいです。やっぱ捕獲があるとねすぐ倒せていい感じですね。で経験値が先ほどと同じく25万。これはすぐ上がるな。まあすぐでもないだろうけども、普通だったら10時間ぐらいかかったのを3、4時間で終わらせるぐらいだと思います。いやだいぶ早くなったよ。はい、ということで今日はコメントありがとうございます。アルロンド使ってみましたところ、これはねレベル上げがむちゃくちゃ楽になる。このゲーム結構90からが厳しいんだけども、まあこの方法があればまあ90から99まで3、4時間あれば終わるんではないかな。まあ今までが10時間ちょっとかかってたからね、だいぶ楽になりました。ありがとうございます。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。